ミュージックジャパンプラスをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。イグジストトレイス、ボーカルのジョーと、ドラムのマリーです。こんにちは。いよいよ、3月15日から、アメリカ東海岸ツアーが始まります。あともうちょっとでね、本当直前です、今。やばいね。楽しみですね、本当に。興奮が抑えきれない。抑えきれません。もう前回はほら、去年はシアトルに行ったじゃない。そうだね。もうシアトルもすごいエキサイト、はい、エキサイト、あ、エキサイティング、エキサイティング、すごい面白かったもんね、去年のライブも。本当にすごいたくさんの人が集まってくれて、もうイグジストもうおーみたいな、めっちゃ盛り上がって。面白かった。でも、そう、前回はシアトルだけだったんだよね。そう、1回だけだったんだ、ライブが。そう、前回はなんかもうもっとやりたいっていう気持ちがあって、それを今度は、もう何箇所もできるんですよね、スマという形でね。はい、すごい楽しみです。そこでいろんな、またいろんな違ったアメリカを知れることがものすごい楽しみです。はい、なので皆さんも一緒にこのツアーを盛り上げてくれたら嬉しいです。ぜひ遊びに来てください。そしてイグジストトレイスは今年2012年5月23日に初のフルアルバムをリリースします。イエーイ。その名はバージン。なんかいい名前です ね、 ね。これもね、今絶賛レコーディング中なんですけれども、とっても素晴らしい曲ができています。マジかっこいい、マジかっこいい、本当にかっこいい。早くみんなに聴いてほしい。こちらもね、ぜひぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、それでは3月15日からのアメリカツアーで皆さんにお会いできることを楽しみにしているので、ぜひ遊びに来てください。それではイグジストトレイスでした。